ニオ1が2017年に出て、その時はウィリアムというキャラクターが海外からやってきて、日本にやってきて、そこで侍になっていくっていうストーリーを軸にしていたので、まあ、侍のアクションであったり、侍との戦いっていう部分が色濃く入ってたんですけど、まあ、ニオ2は前作にもあったけど、侍のバトルだけじゃなくて、まあ、妖怪との戦いみたいなところにより集中したタイトルにしようっていうのは決めていて、まあ、侍としてのアクションっていうのはいろんな武器だったりしっかりニオ1で描けたとは思ってたんですけど、まあ、より妖怪のアクションっていうものを入れようとして、主人公に妖怪の力を持たせてというところで、まあ、これまでと少し違う、まあ、リアルな侍の戦いっていう部分もありながら、妖怪対妖怪っていうところで、まあ、これまでなかったアクションを見た目の意味でもゲームデザインの意味でも入れたいという部分がコンセプトで、ニオ2はスタートしました。当初からコンセプトとして妖怪をしっかりフォーカスしようっていうのがあって、やっぱりニオ1で初めてシステムゲームデザインというものがあって、まあボリュームの意味でも品質の面でも出しきれなかったっていうのは1の反省としてあったので、2に関してはそこはしっかり、まあアップデートをかけたりいろいろ要素を変えたとしても、バリエーション、ボリュームというよりはバリエーションだと思うんですけど、遊びのバリエーションという部分がしっかりプレイヤーに楽しんでもらえるようにっていうところは、まあ、変えずに最後までやりきれたかなと思っていて、いいですね。でもすっごい前な気がするけど、まだ2ヶ月ぐらいしか経ってないもんね。TGS どうだったかな。でも一番きつい時期は TGS が最初でしたね。一番きつい時期というか、きついなと思ったのが一番最初は TGS の時でしたね。それビルドの準備とか、そうですね。 TGS の出店ビルドは結構迷ったんですよ、本当は最初のステージって出したくないんですよ、やっぱりお客さんが初めてやった時にねっていうのもあるから、だけどなんかやっぱり今回イメージとしてやっぱ桜があったから、そうです ね出さなきゃね、なんかそうそうそう、あとまああの時初めてトキシロとムミを出そうっていうのを決めてたから、5月にアルファ体験版、まあ、クローズドだったんですけど、まあ、そこでいただいた意見だったりを対応現場でして、まあ、それ初めて実際お客さんに触ってもらうっていうのが東京ゲームショウのタイミングで、それ自体はまあどういう反応なのかなっていうのが楽しみ半分不安半分で東京ゲームショウを迎えたっていうのが、覚えてますね。実際開発の進捗というか開発の状況としては、その後すぐベータ体験版の、リリースも迫ってましたし、まあ、何より全体の開発のスケジュールもまあもちろん非常に切羽詰まった状況だったっていうのもあって、まあ、それらがあとはちょうど音声収録とかもやってたと思うんですけど、まあ、そういったのが重なって非常に
忙しい時期というか、なかなか大変な時期に東京ゲームショウを迎えたっていうのを覚えてます。一番その TGS みたいなタイミングって、うん、現場の状況と外に見てもらうっていう状況が乖離するタイミングじゃないですか。で現場は全然まあ正直できてない、だけどお客さんにちゃんとね、荷物をどうプレゼンするかみたいなことを考えると、まあ、すごいしんどい時期ではあるんですね。やっぱ基本的にはできたところしか見せられないしっていう時だったから、結構やっぱり8月はきつかったですよね。ちょうどビルド作って音声収録も同時期にやってて、そうで、まあ、絵もやっとできたかできないかぐらいでしたね。キャラクターモデルがあの時、そうそう、だからアルファ体験版の方が先ですよね。そうですね、そうですね、4月、5月がアルファ体験版だったから、グラフィックが良くねえみたいな、そうですね、まあ、評価は悪かったですね、正直、うん、時から T13 が、結構ナイーブになってたというか、なんかあれですね、金子さんが俺だね、金子さんがんですか、あいいですか、金子さんがナイーブになってたんですか、俺だねそうは見えなかったそうっすかさんとは最初に会った時が、私が新入社員で入って金子さんがちょうど30歳になったっていう時で、その時も彼はデザイナーとして第一線で活躍していて、忍者ガイデン2のキャラクターデザインをやってた時で、でも私も金子さんもタバコを吸うので、まあ、そういったところですごく話す機会が多かったっていうのは、まあ、未だに変わらずありますね。で、まあ、その後私がディレクターになって忍者ガイデンを作って、で金子さんはデッドアライブの方のチームに行ってたんですけど、その後久しぶりに一緒のタイトルになったのがニオで、まあ、ニオの時に金子さんが CG ディレクターで私がディレクターでっていう時に久しぶりに会ってやるようになったっていうのがありました。そうですね、安田はだいぶ私よりも後輩なんですけど、まあ、今はもうちょっと役職的には逆転してますけど、そうですね、関わり方的にはでも最初は本当に安田も一プランナーとしてレベルデザイン、ガイデン2では多分レベルデザインやってたと思うんですけど、まあ、そういうところで、まあ、単純に仲良く、まあ、してて、でガイデン3だったかな、の時は安田がディレクターで、私はちょっと最初の方のデザインだけやったんですけど、まあ、そっからですかね。で、そうですね、私にとっては、まあ、割と社歴が長いんで、あんまり私になんか構成合わせっていう人がいないんですけど、まあ、安田は、まあ、はっきりそのできたものに対して安田が思ってるその価値観で、いい悪いとか、かっこよくない、可愛くないとか、これが足りないんじゃないかっていうのを、まあ、はっきり言ってくれるんで、まあ、私もそれを受け取って、ああ、なんかかっこよくないんだなっていうのを、まあ、理解した上で、アップデートしたものをさらに見せるっていうのが、今ずっとそうですね、安田と私の関係で言うと、まあ、そういうところですかね。本人には絶対に言わないですけど、この会社のデザイナーの
デザインの中で私は一番金子さんの絵が好きで、まあ、それは実際こう最初に上がってくるものっていうのの驚きもあるし、さらにリクエストを出した時のレスポンスっていうのも決してレスポンス早くはないんですけど、ただまあ素晴らしいものに絶対仕上げていってくれるっていうのもありますし、うん、そういった意味で、まあ、彼と一緒にできるタイトルっていうのはすごく楽しんでできるなっていうのがあります。日本で選んだトーンっていうのは本当に侍っていうベースはしっかり史実というか、みんながかっこいいと思うその日本の硬派な侍っていうビジュアルを守った上で、まあ、そこに足すエッセンスみたいなのが、まあ、多分仁王の作り方だとは思うんで、まあ、守護霊であったりとかで敵キャラクターに人間もいるし、まあ、妖怪もいるっていう、で妖怪自体のデザインもその鳥山石燕とかそういうなんか馴染みのあるというか、実際その浮世絵にあったような妖怪を出してるんで、まあ、そこが仁王としての全体というか世界観というかの元になってるものだとは思うんで、うん、今ある仁王1のテイストがまあ仁王らしさみたいな形にはなっちゃいますね。ずっと意地がやだし、喫煙所でも一緒だからね。あと山ほどあるとは思うんですけど、安田の方がね、うん、そんなないですよね。そんなもう金子さん大好きっていつも言ってますから絶対嘘だ。いや本当本当、いつも金子さんいないところでは金子さん褒めますからね。そうそうそう、絵は上手いってそうだね、確かに。サウンドでもやっぱ距離離れてるっていうのが良くも悪くもですけど、やっぱり市ヶ谷と吉野の距離って俺結構大事だと思う。あで、はいはいはい、サウンドは逆じゃないですか、はい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 、で僕もやっぱ毎日会うといろいろこうなんだろう言っちゃうと思うんですけど、基本なんか あんまりそこまではね、基本実装されたものを見て気になったことだけを言うっていうのはワンから変わってないと思ってて、それはいやそれはねすごいやりやすいからですよね。だから僕はあんま細かいとこまではね、基本お任せしてるし、まあ出来が悪かったら多分言うと思うんだけど、ちゃんと仕上がるから、金子さんと違って吉野さんにはその関係性ができてるなってあのいい距離がね距離感距離感ちょっと近すぎるんじゃないですか。いやでも近いです近いです、うん、私はもともと光栄という会社に入社していて、光栄テクノゲースになる前に光栄側で戦国無双というタイトルをやってまして、で仁王の1が走り出す頃に戦国無双がちょうど落ち着いた頃だったので、次にどういうタイトルやりたいみたいな話を、まあ、当時の上司から言われて、そこにたまたま仁王というタイトルがあってテクモ側のタイトルでしかもチーム忍者がやるっていうので興味そそられて、じゃあこれやりますって手を挙げた形で、参加することになりました。吉間さんとは仁王1で初めて仕事自体を一緒にしたっていうのがあって、まあ、最初は、ちょっと年も近いのでいろいろ飲みに行ったりして好きなゲームだったり好きなゲームの音楽だったり、まあ、ゲームに限らず音楽私も好きなのでいろんな話ができたっていうので祈祷後は早かったかなと思いますね。で実際仁王が始まってどうしてもサウンドのディレクションというかリクエストっていうのを私から出すときに言葉がすごく音楽って難しいと思うんですけど、しかも今回作曲家が菅野雄吾さんにお願いしてたっていうのもあって、まあ、そこですごく、まあ、丁寧な
翻訳だというか言葉を選んで相手に伝えてくれる人だなと思ったので、まあ、それって僕の言葉もちゃんと理解してくれないと難しいし相手に伝わるようにっていうところですごく丁寧にやってくださって、実際すごいいい曲が上がってきたりっていう経験もあったので、まあ、そういったところで本当に信用するようになって信頼も私はものすごくしてるので、日本通に関しては音声収録とかに関しては私も参加させてもらうことが多いんですけど、あの BGM に関してはほぼお任せだったっていうところはありますね。実際何個かの曲はもう絶対こうしてくれっていうふうにリクエストを出してましたけど、それも何度もリテイク重ねるようなものではなくて、うん、1の時よりも2は本当に吉松さんがしっかりコンポーズのところをしっかり管理してくださって、うん、デザインとかに比べると逐一見てお願いするっていうよりはかなりお任せで気になったことだけ言ったっていうような形でしたね。こっちに来てくれ。おい、いつまで拾ってんだよ。早くこっちに来てくれよ。はい、カットします。3番良かったんですけど、もうちょっとなんか呆れた感じでもうパターンもらっていいですか。はい、怒ってるっていうよりはなんか、うん、やれやれみたいな。そうですね。はい、綺麗を入れてもらう。わかりました。そして竹中さん、3番なんですが別パターンいただいていいですか。はい、今おいいつまで拾ってんだってところ若干ちょっと怒って注意していただくパターンでいただいたんですけど、はい、もう一つのパターン、呆れやれやれみたいな、はい、はい、それを入れた形でもう一つください。はい、おい、いつまで拾ってんだ、早くこっちに来てくれよ。はい、カットします。ありがとうございます。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、はい。でちなみに前回なんですが、ここのセリフの部分こういう風にいただいてますっていうのを一度流します。おい待て、そこでっていうところなんですが、そうですね、そこまでっていうところをより強くちょっと言っていただいて、はい、距離感出してください。一度ちょっとテスト行ってみましょうか。はい、おい待て、そこまで。はい、カットします。そこまでがやっぱりより強くなるといい感じですよね。そうですね、距離がちょっとあるんで、うん、竹中さん、そしたら今度本番でいただいていくんですが、うん、そこまでのところをより強くちょっとかけてもらっていいですか。うん、じゃあもう一つ行ってみましょうか。うん、テスト本番。次本番で行こうと思ってます。はい。おい待て、そこまで。はい、カットします。これぐらいだと大丈夫ですか。そうです。はい。じゃあですね、ごめんなさい、それに合わせて29番もちょっとセリフっぽい部分ではあるし、はい、このゲームの特質上いろんな人にこう攻撃したりとかできるんですね、はい、で秀吉に攻撃することもあります、プレイヤーさんが、はい、だけどやっぱりキャラクター的には死ぬわけにはいかないので必ず回避します。その回避する時の声になってます。はい、はい、ちょっとこう避けるイメージで、はい、はい、素早くやっていただけるとありがたいです。
ではお願いします。はい、お願いします。はい、うわっ、いや、うお、ひでのじゃ、しつこいぞ、何すんだ。はい、カットします。オッケーだと大丈夫ですか。あの間って切れますよね。あ、はい、大丈夫です、うん、はい、竹中さん、オッケーです、いいテンションでした、ありがとうございます。やられてましたよね。大丈夫ですか。大丈夫です。サウンドディレクターというと基本的にはもうサウンド全般を管理するというか、あの統括する仕事なので、まあ、サウンドといえば音楽もそうだし、効果音だったり、あとはボイス、それとあのカットシーン中の演出だったりとか、音に関わるものは全て統括することになってます。なんで、まあ、今回音楽はあの菅野雄吾さんとか真鍋明宏さんです。あの劇版系の作曲家に出してたりしますけど、そこら辺も全てひっくるめて私の方で統括して見てるという形になってます。前作からの違いっていう意味ですけど、一番最初にある程度方針決めをしっかりして、あの今回で言うとあのキーワードっていうのを決めました。そのキーワードっていうのが、緊張感っていうものと爽快感っていうもの、あと没入感、この3つの、あの3本柱をサウンドで表現していこうっていうのを一番最初に決めて、で、特にあのゲームとしての記号化っていう、音の記号化っていうところにあの意識をしてサウンドデザインをしていって、記号化っていうとどういうことかというと、何でしょうね、あのただ単にリアルにものを作るんではなくて、この音が鳴ったからこういう状況なんだなっていうのをユーザーさんによりよく伝えられるような表現をしていこうっていう意味で、前作にはあんまりそういうことを意識できてなかったところなんですけど、今回はあのアクションゲームとしても、何でしょうね、その音を聞いたおかげでプレイがより良くなるみたいなところを意識しました。そして竹中さん、2つ目のこんなもんかひでのじっていうところなんですけど、ちょっと鼻の下こう指でこすってるようなちょっと変な感じで、もう一つもらってもいいですか。はい、よし、俺の勝ちだな、こんなもんかひでのじ。はい、カットします。いい感じにムカつきます。はい、カットします。だから今回ね、なんかこう変な話、忙しいですけど、サウンドとアートの人も絶対出るべきだと思うし、こういった場に、うん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 、っていうのはやっぱそれはありますよね。やっぱだってニーヤは横尾さんいて、岡部さんいて、田浦さんいて、斎藤さんもいるけど、うん、ペルソナの方が綺麗かな、話としては橋野さんいて、目黒さんいて、副島さんがいてっていう時に、なんか匂ってね、じゃあ誰が作ってるのっていう時にあんまり顔が見えないというか、はいはい、そういったところはなんか良くないなって思うのはあったんですけど、実際まあ他のタイトルだったり他社さんでっていう部分も、まあ、それがスタンダードになってきてると。昔だったらやっぱりプロデューサーだったりディレクター一人で出てみたいなのやってましたけど、まあ、実際今その一人二人で作れるわけがないので、実際に現場で活躍してる人っていう意味で、ディレクターの役割でやってる人っていう意味で出るべきだなっていうのが一つあります。でその一方でもう一つは、ニオ1と2って実は、まあ、金子さん吉松さんっていうメンバー変わっていなくて、サウンドディレクターアートディレクターっていうところで言うと、ただ、まあ、彼ら自体がやっぱりニオ1がなんか僕に良かったねとかいう時があったので、いや一緒に作ってたでしょっていうのもあって、そういった部分のこうスタイルを変えてほしいなっていう部分は理由としてはありました。まあ、会社としてもそんなにどんどん開発のメンバーを表に出してっていうようなルールはないし、
だけどあの2人と一緒に2を1やって2を2作っていくって時に、まあ、よりちゃんとダイレクトにお客さんに対して自分が出て行って話すっていうディレクターであるべきだって思ったし、実際その能力も実績もあるわけだから、そこはそういった意味で絶対に出てほしいっていうのはかなり早い時期に、2を2が始まったぐらいの時期にあの2人には言っていたので当然のことだと思いますし、すごく2人にとってもいいことであればよかったなって思ってます。世界初公開。そうですよ、初プレイですよここは、いきなり逆行くっていうあるあるです、まあ、そうですね、何もないか、バグだけは見つけないでください。ここは今どういう状況なんですか？ここは今あの手紙をもらって妖怪を倒してくれと。あ、で妖怪退治に来てる。そうですね、一番最初なんで。なるほど、この辺は前と馴染みのある感じですね。はい、馴染みのある、はい、帰れんの、あ、これも。そうですね、強制的に今回はこれで、はい、終わりました。安田さんって全部ディレクションするんですか？こういうところとかも全部、もう全て最終チェックは自分で。そうですね、2になってだから1の時とサウンドディレクターとアートディレクター一緒なんで、まあ、ある程度任せてはいますけど、ここはこの人、ここは見ないみたいなのはないですね。今回安田さんプロデューサーでもありディレクターなんですよね。今兼任してやってますね。僕ブラッドボーンの時プロデューサーやってましたけど、結構プロデューサーとディレクターって違う、なんなら逆な動きだと思ってるんですね。はいはい、なんかいわゆるそのなんていうの、作品と商品みたいな。なるほど、はい、作品がディレクターがやってってことですか。はい、で、まあ、商品の責任者だと思うんですけど、なんていうんですか、評価が高くても売れないとダメだし、まあ、赤字なんて持ってのほかだしみたいなところもあって、で結構そこの相反する部分があると思うんですけど、どうやってその一人で折り合いつけてるんですか？そうですね、なんかそれこそよくあるクオリティと納期の話とかも、はいはい、どっちをやるかみたいな。そうですね、当然ディレクターであれば、あのクオリティ上げたいだろうし、でもプロデューサーだったらまあ、当然ね、その天秤かけて納期を上げるタイミングがあった方がいいのか、うん、あの納期を取るのか、そうですね、クオリティを取るのかっていうのもあると思うんですけど、時期によっても違うし、はい、そうそうそうですよね、まあ、その辺って、まあ、たまにいらっしゃいますけど、ディレクターってプロデューサーやる人ってすごいなと思ってて、分けるんですかね、その今はプロデューサーの、今はディレクターのみたいな。あ、判断とかでってことなんですね、はい、私はだからもともとディレクターニオワンでもやってて、まあ、ニオワンはどうしても品質だったり、はい、そういったところで評価されて、まあ、2作れるような状況になったって思ってるので、はい、そこはもうなんか基本は品質を常に重視して、やってましたね。まあ、それが結局、まあ、商品として伝わるものになるっていうところで。でも当然なんか逆のことも強いられる場面とかもあると思う。そうですね、もちろんもちろん。ニオの開発が始まった後に
ブラッドボーンがリリースされて、まあ、それで、まあ、当然私もプレイして素晴らしいゲームだなと思って、で、まあ、その後ですね、ニオの体験会だったかな、その時に山際さん来てくださって、実際ニオをプレイしていろいろアドバイスをくださったのが最初の出会いだったんですけど、私にとってはブラッドボーンのプロデューサーっていう意味で、まあいった、まあ、アクション RPG を作る上で素晴らしいタイトルをプロデュースされた方っていうのがまずありますし、うん、山上さんは私以上にこうチャレンジのあるゲーム、その東京ジャングルだったりとか、そういった新しいタイトルのプロデューサーもやられてるんで、そういった意味でもすごく面白い方だなって思うんで、まあたびたび会って話聞かせていただいてるって感じですかね。確かにその55で迷う時とかはありますけど、その時はもう経営レベルか現場か両方相談してこう、まあ、どっちが今は正しいかなみたいな感じで、あれはすごいですね、それはやってますね、大変だと思いますけど、いや僕の場合は、まあ、完全にその自分の言葉でも、作品って言わないようにはしていて、商品とか商品であったりとかタイトルみたいな言い方、まあ、なんか変なこだわりなんですけど、はいはいはい、作品って言っていいのはディレクターとか、まあ、チームの人とか、なるほど、なんですか、それってディレクターやった時は、いや違います、もともとディレクターとかですよね、やってましたけど、ね、その時はもう全然俺のものだみたいな感じでしたけど、はい、まあ、なんかそのディレクターやってて初めてこっちの SIE に移って、でプロデューサーをやるって時に、まあ、決めたことの一つですね、あでもそれ面白いですね、他にもその、まあ、せっかくのディレクター経験あるんで、はいはい、やっぱりその一番 の, そのタイトルであったりとか商品のファンでありたいとか、うん、チームだとか、まあ、もちろんディレクターの人を支えたいみたいなところはあって、まあ、そこが一番信じられる人間でありたいと思っていて、でそのために、まあ、でもなかなかその口が上手であれば信じてなくても信じてるように言えるじゃないですかあのすごいんですよこの商品はみたいな、そういうプロデューサー多いですもんね、まあ、ちょっと僕なかなかできないんでいあの私もね増えてなんで、まあ、できればいいんですけど、だからできるようにっていうか本当にそれを心から思えるように、はいはいはい、例えばディレクターの人とかチームの人にこういう風なものが、うん、必要だからとか欲しいんでお願いできないですかとか、あるいは逆の要望とか、もしくは話をすごく聞いてて、なんか面白いフレーズを見つけてくるとか、はいはいはい、ブラッドボーンの時だったら宮崎さんとの何気ない会話とかで、彼が死闘みたいな話をしてバトルのテーマを語ってた時に、死闘感ってすごいキャッチーじゃないですか、そうですね、みたいなのがあって、実際キャッチコピーに使われてましたよね、はい、その死闘感とかをそういう風に採用するとか、はいはいはい、まあ、なんかすごくこう自分が信じられるように、その商品を愛せるようにみたいなのはすごく心がけるようにしてました、はい、なるほど、確かに作ってる人の言葉っていうのはすごい、まあ、キャッチーじゃないものも多いとは思うんですけど、やっぱり真理ではありますよね、はい、作ってる人の何かから出てくるものって結構あるじゃないですか、ね、真理が、でも逆に一言でこのゲームを表したら何ですかっつったら、すっげえ僕それ苦手なんですよ、同じこと言われました、一言で言えるんだったら作ってないよってコンピューターゲーム、そうですね、それはズバリとか言われると、そうですね、ズバリかってなんか それこそエレベーターで30分で話しなさいみたいなあ30秒かで、そうですね、プレゼンしなさいじゃないんだからみたいな、確かに、だからジブリの鈴木さんが言っててそうだなと思ったけど、作るっていうのを作る伝える売るみたいなのやっぱ揃わないとダメだみたいなおっしゃってて、ずっと作るところに僕いたんで、はい、それなんか今伝えるとか売るっていうことも考えなきゃいけない立場になってる時に、やっぱ伝えるっていうところすごい大事だな、まあ、伝えるっていうのも、まあ、こっちの伝えるもそうだし伝わることもそうですけど、はい、そういう時はやっぱり的確な言葉だったりっていうのはなんか選ぶように見つけるようにっていうふうには
なって、でもそれ実は作る時も結構いいなって思う時があって、現場でディレクションする時とかに、なんかでも大体現場からそういうの出てきますよ ね、 そうですね、なんかそこに落ちてるというか、実際にあの嘘はつけないんで、ないものありっていうふうには言えないから、そこに多分あるんだろうなと思うんですけど、はい、これまでずっと作るっていうところでディレクターはもう10年ぐらいやってるので、そこでいろんなジャッジだったりいろんなアイデアだったりっていうのはこれまでもやってて、まあプロデューサーって本当仕事してんのかなっていうのはずっと思ってたんですけど、まあ、実際やってみると仕事かなり多いしハードだなっていうのは、まあ、感じましたね。その、まあ、さっきの言葉の続きになりますけど、作る、伝える、売るっていうのがやっぱりこれまでその順番だと思ってたんですけど、まあ、同時にやらなきゃいけないっていうのが、まあ、大きな発見としてあったなと思ってて、まあ、当然伝えながら、まあ、特に体験版とかやる以上は最後だけ伝えるんじゃダメだし、それは現場に対してもどういうことをやりたいっていうのは、まあ、お客さんがいる上でどういう伝え方をするか、どういう、まあ、売り方っていうのも直接お客さんに売るわけじゃないにしても、どういった伝え方をするかっていうのはものすごく開発を通して、まあ、ディレクターだけをやってた時以上に意識するようになったので、いろんなジャッジもそうだし、いろんな言葉一つ一つ取っても、まあ、そこは大きく自分も変わったかなとは思ったので、まあ、今後またずっとプロデューサーとディレクター兼任したいかって言われると、マスターアップ直後の今は絶対にノーですけど、ただ経験としては本当に、まあ、NEO1 をディレクターやった上でこれができたっていうのはものすごく、良かったことかなって思ってます。これブラッドボーン作ってた時に、はい、まあ、気をつけてたことでもあるんですけど、はいはい、まあ、言うてもダークソウルとかデモンストロとかありましたけど、ブラッドボーンから始める人もいるとは思うんで、そういう人たちにも入ってもらえるように、まあ、従来のファンの人もそうですけど、なんかこう難しいんだけど乗り越えたら楽しいよとか、 あとはそのゲームが上手くなくても学習したりとか経験したりを繰り返すことによって、まあ、ゲームが下手でも乗り越えられるんだよみたいなことを示したくて、はい、で結構まあ、その頃からっていうか動画とかも流行ってたんで、動画で見せたりとかプレイの様子を見せたりとか、自分が実際まあ、ステージとかでいろんなところ各地回らせてもらったんですけど、見せて僕でもできるんだから皆さん大丈夫だよみたいなメッセージを込めてやっていこうとしてたんですけど、日本の最初のプロモーションの時ってどういうふうに考えてたりとかしました？最初そうですね、これは歯応えあるよっていうのを前面にまずはっていうところがあったんで、とにかくみんなでプレイして死ぬところを見せようみたいな逆に歯応えを見せたって感じですか？そうですね。で、まあ、ただちょっとずつ進んでいくよとか、はい、まあ、ボスも惜しかったけどもうちょっとで倒せたけど倒せなかったねみたいな感じで、なんていうか動画とかイベントが、あ、今回はちょっとだから要素が多いんで結構スーパープレイみたいなを見せてるんですか、はい、2に関して半分ずつぐらいやってますね。開発で上手いメンバー連れて行って、あえてすごいプレイ、そうですそうです、まあ、でもそうですね、いろんな要素をこう使いこなすとこんなアクションできますよみたいな、それは確かに続編ならではの、そうですね、やっぱり1やった方にはどうしても新要素とか見せるときに、まあ、なかなかこうなんですね、アクションが得意じゃないようなプレイスタイルだけだと物足んなく見えるのかなとかってあって、あとまあいわゆるそのソウルライクなゲーム好きな人もそうですけど、チーム忍者が好きな人もいるじゃないですか。そうですね。その人たちがどういうものを求めてるのかなとか。
は日本ワンの時にものすごく苦戦したというか難しいところだったんですけど、まあ、ファンがいわゆるゼロ人っていう状態からスタートして、まあ、そこから体験版減るごとに最初は単純に気になって触った方もいたでしょうけど、そこからベータとか製品とかになっていった時に面白くなったねっていうところですごくこう、まあ、まさにエンゲージしてくれる人が増えたなっていう実感はあって、っていう時に、まあ、今回実は体験版だけで言うと1とアルファやってベータやって最終体験版っていうファイナルでやってっていうところは試作として一緒だったので、まあ、そこは変えたいよねっていうのがあって、実はだからアルファはクローズドにしたり、ベータはキャラクタークリエイトの、まあ、コンテストだったり要素としてゲームとして入れてたりっていう部分はあって、まあ、より、まあ、ニオというタイトルに興味持ってもらう、特にまあずっと応援してくださってる方も多いので、まあ、そういった方たちにちょっと目先が違うことをやりたいなっていうのでやったのがあって、まあ、ニオワンの時もたくさんそういった例えばスクリーンショットのコンテストとかやってはいて、まあ、もちろん送っていただいた方には感謝してるんですけど、絶対数が、まあ、あまりにニオ2のキャラクタークリエイトのコンテストとかだとものすごい数の応募があったり、そういった部分で、まあ、より多くの人とより密にコミュニケーションが取れるようになったっていうのはものすごい実感して、開発していく上で、まあ、すごく励みにもなったし、最終的に、まあ、それがニオ2に結実してるといいなって今思ってますね。はい、ニオ2だからこそできたっていうところですけど、体験版をいくつか出させていただいて、その体験版のためにユーザーさんの、フィードバックをいただいて、でそこで意見を吸収する、それをゲームに反映させる、まあ、それはズバリユーザーさんが求めていることそのものなので、それはぜひゲームに入れ込みたいなとはずっと思ってます。で、まあ、それを第一に作ってたっていうのもあります。プレイヤーの皆さんに実際触ってもらって意見を聞くっていうのは社内外で常にやっていて、それはチーム内でも常にやってますし、それがまあ一番大きいのが体験版実際オンラインで遊んでもらうってところかなとは思っているんですが、まあ、今回1の体験版だったりそういったチューニングテストプレイっていうのに比べるとすごく難しかったのがやっぱり2なので、1を、まあ、例えば1000時間やったっていう人と、まあ、初めて2を触るっていう人はあまりに意見が違って、そういった意味で、まあ、難易度っていう部分で言うと、まあ、正直どこにアジャストしてやっていくかっていうのは迷った部分はありましたけど、まあ、やっぱりそこは楽しさと理不尽さみたいなところで、まあ、それぞれどっちが勝ってるかっていうのをいろんな人の属性を見て意見見てっていうのをまあ繰り返していったっていうので、あんまり完全にこうしようみたいに決めて動いてた部分はなかったですけど、そこはかなり大小タイミングっていうので繰り返したっていうのは1以上にやってたことでしたね。なんかニオ1からニオ2へそのどこまで何を変えるかっていう境目がやっぱりなんかそのさじ加減というか、変えていいのか変えてよくないのかっていう判断がかなり難しいような、まあ、それは外伝作ってた時よりも時間が経ってユーザーの思考が変わってとかっていうのは多分あるとは思うんですけど、そこの判断というか、まあこれはニオでこれはニオじゃないよねみたいなのがかなり、そうですね、新しいことは入れたいけど、でもそこのアイデア実際そのニオ1にはめてみるっていうのを想像すると、まあ、それニオじゃないんじゃないのみたいな、なんていうんですかね、本当に考えるのが難しいというかっていうのが苦労した点なんですかね。はい、なんかそのなんか
売れるってことへのプレッシャーはそんなになって CG はなかったですね。そうですね、まあ、もちろん損益は絶対超えないところでとしてダメだけど、でも、そうじゃないところで言うとプレッシャーやっぱワンはなかったし、なんか結構ギリギリまで本当にみんなで頑張って、そうですね、もう終わった時が終わった時っていう感じでやってたけど、そうですね、でもそれがやっぱ2はちょっと変わったんですよね。そうですね、やっぱり1の逆算でみんな、そう、本当そう、だ今ちょっと苦しいのは多分それが理由だとは思いますね。1の時は本当にもうみんなぶっつけ本番というか、で失うものがないっていう形でやってたけど、1の評判とか、そういうのを踏まえて2を今作ってるから、ちゃんと1を超えなきゃいけないとかっていうところはね、本当にそうですね。意識は変わりますよね、そこでね、多分。アルファ体験版の時とかは1と全然変わってないみたいな意見は、やっぱすごい辛かったですね。1もだから評判が良かったり、お客さんが喜んでる分も変えちゃいけないっていうところもあったけど、やっぱりものすごくこれじゃあ 1.5 だよねっていうのはね、それはみんなで話しましたけど、じゃあどうするっていう時に、なんかあの時初めてなんか2がちゃんと始まった感覚は少しあって、ただね、これはちょっとあれかもしれない、数を作るのを舐めてたかもしれないですけど、その続編ってことで、なんか延長線上にいればいいのかなと思ってたんだけど、やっぱそうですね、アルファ体験版とかで一緒やんみたいな、でも僕も最初はそうでした、あの未次元とかやってた頃は延長線上で行けばいいと思ってたんですけど、僕はちょっとアルファよりちょっと前かだったかもしれないですけど、アルファだと UI とか全部前作のままですからね。そうですよね、そうだけど、そうですね、いやあれで2ですっていうのは確かにね、そうですね。ゲームする時の安心感っていう意味で、まあ私がちょっと今回の方針の一つとして掲げてた没入感と爽快感と緊張感、これをまあ共存させるためにそれぞれのバランスがまあ必要になってくるんですね。で、特にベータ体験版の時のフィードバックで、あいたたたと思ったのが、敵を攻撃する時のヒット、攻撃がヒットした時に鳴る音、これが小さい、音量が小さい、迫力がないっていうフィードバックが意外と多くて、割とそれは狙って小さくしてた部分も私の方ではあったんですね、当時。なぜならあんまり大きいとうるさくなっちゃうんですね、ゲームをやっていて。でゲームプレイ中の体験として一瞬の手応えは感じるけど、長い目で見るとだんだん耳が疲れてきちゃって長くプレイできないっていうことに陥ってしまうので、そこは割と意識的に、何でしょう、ちっちゃめちっちゃめっていう風なデザインをしてはいました。ただベータ体験版のフィードバックでそこを指摘されて、あ、やっぱそう感じる人もいるんだなと思って、そこはちょっと見直して、そこからまた調整し直したっていう流れがあるので、だからフィードバックを経て実際自分が思ってたものとは結果的には違うものにはなったんですけど、それをフィードバックがあった頃からこそ、少なくともそのあのまま発売してたら満足してくれなかった方が大勢いらっしゃったっていうのは、この今回の試作の、体験版のおかげで回避できたんじゃないかなと思いました。でも1の時から思ってたんですけど、やっぱりアクションゲームって本当に最後の 1,2 ヶ月で面白くないよね。今別に自分に言い聞かせてるわけじゃないですでもそういうもんだと思ってて、だけどだいたい10ヶ月前ぐらいにアルファ体験版を1も2も出してるじゃないですか、あのタイミングでアルファ体験版出すって結構狂気の沙汰だと思うんですよ ね、 そうですよね、正直なことを言うと、そうだと思います。だけどなんかそこでいいってポイントと悪いってポイント、しかもまあダイレクトにお客さんからもらえるっていうのが、すごくこうプロジェクトとしてはいいなと思っていて、容赦ないじゃないですか、アンケートとかも ね、グラフィックなら僕も結構に、まあ、日本語と英語はある程度読めるので、バーって見ますけど、本当の本音の答えが、しかも無料だからなおさら、なんかそういうのって無料だからちょっとやってみようっていう人たちの意見ってすごい大事だと思うんで、
そういうのはなんかすごくいいなと思ってて、だから俺2号の後が結構ね、うん、自分のスタンスとしてはちょっと大変だなと思ってて、体験版もずっとやりたくないんですよでもなんかこれすごいいいなと思ってて、ちょっとやっぱね、ずっと同じ顔を見て仕事してると、まあ、ヒルじゃないですか。だけど体験もやるとお客さんの意見でこうやっぱり、ね、あちょっとやりすぎたなとか、逆に全然届いてないなっていうのがはっきりするから、でもねやっぱり本当に言うとちゃんとこうそういうのなしで撮って、うん、ローンチのタイミングなりでいいものを作るっていうのを考えた時に、うん、ちょっとやっぱ体験版っていうこう試作にずっと甘えたくはないけど、今はなんかこんなにいい方法はないなっていうのを2も やったっていうのはありますけどね。やっぱり途中で見せるってのは悪いことじゃないなと思って、うん、現場はしんどいですよね、でも特に CG はね製品版にしろってことですか、そうですね、お客さんね、なんか作り方がね変わりますよね、それでね、そうですね、アルファベータとか、なんか気になるのは結構遊べるじゃないですか、ニオンの体験版、いやそうですね、遊ばせすぎだろ、すぎなんじゃないかと思ってもったいなくないみたいな、そうですね、そうですね、うん、それね社長にもよく怒られるんだけど、小山さんにもね、うん、だけどあれやった方がゲームできるじゃないですか、まあそうですねっていうのはちょっとある、ね、やっぱりみんななんかこう社内でのチェックって結構みんな甘えるというか、そんなに気にしないじゃないですか、うん、だけど社外に見せるってなるとみんななんかこう、ね、お前そんなプライドあったのってぐらいみんな本気になるから、うんうん、あれは結構驚きますけど、でもそれは結構僕は利用してるところもあって出すよって言ったらすごいみんなチェックもするし、そうですね、だから今全部体験版の範囲じゃなくて全部やってるじゃないですか、ひどいもんですよね出すときやりゃいいんでしょみたいな、だからなんで本気を出さないのかって俺はいつもね開発には言うけどね、どっちもありますけどね、その想定して許容するときとやっぱりプレイヤーの皆さん本当上回ってくるじゃないですか、上手いですよね、あと想定外のことをやっぱりされてきますよね、まあ、それはそれで楽しんでくださるんだったらいいんですけど、うん、でもブラッドボーンとかもあの RTA とかあるじゃないですか、はい、ああいうのって開発の時にイメージされてるんですか、もうデモンズでやってた人がいるんで、はいはい、やられるだろうなとか、まあ、そういう風な楽しみ方も一つあるんだろうなと思っていて、はいはい、でそこは全然いいと思ってるんですよ、なんか意識したゲームデザインとかは特にそうですよね、そうですよね、お客さんがその遊び方も見つけてもらうっていうことです、はい、まあ、意識しようがないというか、そうですね、そうですね、確かに何時間なら正しいのかとかって分かんないですもんねなんでまあそのもちろん推奨プレイではないとは思うんですけど、はいはい、最初はみんなあんなにうまいわけではないんで、そうですね、恐る恐るにはなってもそれでも繰り返し遊んで、はい、上手くなっていったりとか、ね、いきなり別にそういうプレイして楽しんでもらうっていうのは全然あの自分たちから手が離れれば楽しみとかユーザーさん次第だと思うんで、きつい気はします僕は今回は、あいや僕も正直言って、うん、なんかワンの時って、うん、僕はやめようと思ってたんですよ、うん、だってディレクターやってうまくいかないこともあったし、だけどもう今回本当本気で全力でやって、うん、納得いくまでやってダメだったらやめようと思って、でまあそのまあこう不可なことに幸なことに結果がちゃんと出て、うん、お客さんも喜んでいただいてるから
確かにそこはなんかすごく難しかったですね。初めてだったんですよ。僕もディレクターのタイトルね、金子さんは知ってると思うけど。安田自体が最近2号とか2号2とか作ってる場合、やっぱりプレイヤーがどう感じるかっていう、まあ、それは概念経てそうなったのかもしれないですけど、プレイヤーがどう感じて、プレイヤーがどう面白いと思うかとかっていう、完全にそっちのプレイヤー目線の、ディレクターに慣れてるんじゃないかなって私は感じてます。ニオワンはいくつかもやりきれなかったこともいっぱいあったし、でニオツーでしっかりそこも含めて、まあ、特にアクションに関してはきっとダウンロードコンテンツだったりでもっと新しいアクションだったりさらに磨いたものっていうのは作れるとは思ってるんですけど、まあ、ストーリーとか世界観っていう点で言うと、まあ、ある程度ニオワンとツーで一つの形は作れたかなと思うんで、もちろんこのゲームデザインだったりこの世界観で将来的に3は絶対に作るべきだとは思うんですけど、まあ、それを、いつやるか誰がやるかっていうのはしっかり考えて進めていかないと、それはまあお客さんにも失礼だと思うし、ニオ3のことはニオ1の時以上に考えてないですね。なんですかね、もう半年後発売から、まあ、確かに1の時って結構さっきのその良かったねっていう時期だったかもしれないですよね、その発売してからの後、確かに反省ではなくてモチベーションはでも高かったですね、間違いなく。やっぱり、みんなモチベーション高かったと思う、今思い出すと、まあでも一緒ですけどね、前もやっぱ発売前というかマスター前はみんな疲れてるし、すごく疲弊してるからすごい話をしてもやっぱ響かないじゃないですか、基本僕の話ってイコール仕事を増やしてることが多いから、はい、はい、でもその後 DLC がスタートしたタイミングはやっぱものすごいみんなモチベーション高かったかなとは思いますね。だからまあ分かんない、半年後にしろ何にしろね、そうであってほしいなと思って今やってますけど、どうなんだろうね、確かに半年後、まだね、ニオ2出てないかもしれないからね半年後に、半年後ね、まだ作ってるかもしれないから、だったら最高のものできると思いますけどねもしそうだとしたらでも同じ話してた全然できないなみたいな。でも僕だから結構締め切りって好きなんですよ、半分、ないと終わらないじゃないですか、まあ、もちろんそれはそうですよね。そうだからマスターアップとか発売日っていうのは、僕は伸ばしたことがないので、自分のことで必要な要件なのかなと思いますけど、今チーム忍者の担当でもあるので、まあ、そこでチーム忍者のタイトル、他のタイトルに関してもしっかり立ち上げていきたいなっていうのが今あって、まあ、一つは、まあ、発表されてるんであれですけど、しっかりワールドワイドで新規 IP にチャレンジするっていうのは、コエテクモとしてもチーム忍者としても決めてるタイトルがあるので、まあ、そのタイトルのディレクションをしっかりやっていきたいなっていうのが一つと、もう一つはまあチーム忍者で複数のタイトルを同時に動かせるチームにしていくっていう意味で、自分以外のディレクターであったりプロデューサーであったりっていうものと協力して、まあ、しっかりチーム忍者の存在感を出していけるっていう風にしていきたいなって2つの軸で今考えてます。理想ニオ2とベストの方、ベスト、じゃあやっぱニオ2がちゃんとマスターアップしてお客さんに受け入れられてっていう状況がベストですよね、そうですね。3はじゃあどうするっていう話ができてればね、いや3ねいや理想の話だよ。俺先週エリカさんに言われてさ、ニオ3は絶対やるからって言われて、もう苦笑いしちゃったもんねもうネタないよと思って恐ろしいっすね正直そうでしたね。今は考えられないです正直、ニオ1の時もやっぱ2のことなんて考えてなかったです、ね、正直、その時はでも小沼さんにお前2やるならどうするか考えとけよって言われて、
気が早いなっていうのが正直な印象だったんだけど、うんうんうん、だけどまあね、1が結果出たから今2やってるけど、でもあの時ある程度コンセプトは決めてたんですよ、実は、うんうんうん、2を1が発売2月だったんですけど、うん、年末ぐらいに言われて、うん、DLC やる前にちょっとでも2考えとかなきゃなと思ったので、ちょっとだからプロットもいじったし、うんうんうん、その辺はでも、まあ、やっぱあの辺は経営の人の視点なのかなと思ったけどね、うん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 、で僕らだって成功するか失敗するかとかまで考える余裕が正直ないから、うんうん、あの時期は、うん、終われば本当にいいっていう状況でやってたから、うん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 、でもあの時決めたコンセプトは実はまあ2はベースですね、うんうんうん、秀吉をフォーカスするってことは決めてなかったけど、うんうん、あの時でもちょうど僕もずっとチェックしてて、うん、なんかこう侍にちょっと限界もあったし、うんうん、じゃあそのなんか妖怪のアクションもやりたいなとか、うんうんうん、もっと派手なアクションとか、うん、そういうのは入れたいなとか思ってたのはベースとしてあったから、うんうん、これはまあ良かったのかなと思いますけど、うん、本音言うと勘弁してくれと思ったけどね、ワンもできてないのにツーを考えろっていうのはすごいきつかったし、そうっすよ。いやもうほんと3の話できてたら一番いいと思いますけど、半年後に9月に、うん、あ発売から、うん、まあ、本当にこの NEO2 の全体のことをもう一回やれって言われたら似たような感じになっちゃうかもしれないですけど、この3ヶ月とか半年に関して言うと、うん、もっと早くジャッジできたことはあったしとか、うん、っていうのはありますね。まあ、今後も、まあ、いろんなゲーム出てくとは思うんですけど、まあ、そんな中で、まあ、2017年と2020年に NEO1-2出ることになるんで、まあ、そこでその年にあったタイトルとしてはしっかり記憶に残ってほしいなっていうのもあるし、侍のアクションだったりとかそういった部分ですぐに思い出されるような記憶に残ってるようなタイトルになってればいいなって思ってますね。難しいね。なんだろう、あんま考えてないかもしれないですね、そうやってどういうタイトルになっててほしいっていうのは。ただ、まあ、例えば NEO3 を僕か僕じゃない誰かが作るとしても、お客さんがすごく期待してくれるようなタイトルであってほしいなっていうのは本当に思ってます。